1824年のメキシコ。コアウイライテハス州は最も北東に位置する州である。コアウイライテハス州は1824年憲法の下で新しく創立されたメキシコが衆州国の州の一つ。その短い存在の間に州都が二つあった。一つはサルティーヨ、もう一つはモンクローバである。行政上の目的で州はベア、マンクローバ、 リオグランデ・ソルティオに3分割され、1835年に憲法が改正されるまで存在した。1832年、ベラスコの戦いで、テクシャンがメキシコが死州国に勝利した。1835年憲法でアントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナは、連邦共和制から中央集権制に変えようと試み、国の州は省になった。コアウイライテハス州は、 コアウイラ省とテハス省の二つに分けられた。この後、サンタアナの政府の中央集権化の区画がてに反対して、両者ともメキシコから脱退した。1835年に始まったテキサス革命の結果、1836年にテハス省がテキサス共和国を建国した。1840年、コアウイラ省にヌエボレオン州、タマウリパス州が加わり、 一年も持たなかった短命のリオグランデ共和国を建国した。ありがとうございます。